こんにちは、朝6時です。いいお天気です。今夜は十三夜です。今朝の気温は 12.5 度ですね。大和しじみ、眠っているような感じです。刻一刻と空の様子が変わってきています。オオカマキリいました。今朝も少し濡れているようです。古傷はどうでしょうか。ボロボロですね。風はほぼ無風です。パンパスグラスほんのちょっとだけ揺れています。アルストロメリアには朝露でしょうか。半田山は雲の中、墨絵のような状態です。11時半です。秋晴れですね。モンシロチョウがいました。スローでもう一度見てください。これは北キチョウですね。こんな飛び方をします。今日はモンキチョウは飛んでこないで北キチョウばかりがいます。爽やかな風が吹いてきたんですが、結構暑いです。黄色のゼフィランサス、たくさん咲いていました。白も咲いてるんですがピンクは咲かないようです。モミジアオイ、今日は少ししか咲いていませんね。エキナセアに小さな蜂が来て、頭を突っ込んでいるみたいです。アリもいますね。お昼です。青空に薄い雲がかかっています。今日も赤トンボ来てますよ。これは何か食べてますね。アキアカネじゃないかなと思うんですが、トンボは肉食ですね。それでこれはハエか蜂のようなものを食べていると思います。しばらくずっと見ていたんですがなかなか食べ終わらないんですね。この羽はどうするのかと思っていましたが全部食べましたね。食べ終わったところです。もぐもぐしてます。トンボと同じ肉食の昆虫でもカマキリは好き嫌いがあるみたいで嫌われてる方が多いかな。これは梅もどきです。1時になりました。いいお天気です。気温はぐんぐん上がって、27度ですね。日向は31度あります。くす玉咲き水芙蓉の花です。オオカマキリ風に揺られてます。タカノハススキです。先ほども言いましたが今日は十三夜ということですね。皆さんお月見されるんでしょうか。うちは丸尾にお供え物を食べられてしまうのでお月見できないんですよね。三尺バーベナに泊まっているのはベニシジミです。結構風がありますね。美女突起の取れた裏波シジミです。こちらは大和しじみだと思います。半田山がはっきり見えています。少し雲がありますね。八重咲きのコルチカムです。ウォーターリリーという名前だったような気がします。今日もあけびの収穫です。いくつかなっていました。ここからは昨日の夕方の様子です。あけびの口が開いていたので、収穫しました。5つ取れましたね。で、私しか食べる人がいないので食べました。丸尾です。お化けポーズで寝ています。今日は家の中ちょっと暑いくらいですね。のびのびして寝ています。今日はこの辺でバイバイにゃん。